逃げてー、超逃げてー。海にはこんな恐ろしい魔物が潜んでいたなんて。すでに波乱の予感。第2回大物釣りに挑戦。この動画は素人の釣り人が巨大魚、大型フグを釣ることを目的とした動画です。ダメだ、あの船じゃ無理だ。クラゲとかとんでもない生物がいっぱいいる。海は恐ろしいとこだよ。ちょっと移動速度も遅いし、魚群を探すのもきついべ。あの船じゃさすがにもうちょっと動きの速い船を手に入れないと海で釣りは無理かもしれんな。なんか船を作るか。早くて丈夫な船。本当は漁船が作りたいんだけど、漁船は多分素材が足りないな。せめて帆船でも作るか。ちょっと帆船どうやって作るか調べていきますね。蜃気楼の島の、あ、またこっちかな。船の設計図が売ってあるところがあるので、そこで設計図を買うと船のその必要な素材が分かると。ちょっと前に欲しくて見に来たことがある。ここかな。ちょっと高えな。せーの、ほい、オブス。すげえ船見えんな。アドベンチャークルーラー、リュート小型船。このね、シーカーシップっていうのが漁船なので、これが一番欲しいんだけど、デルフィナードの星が100必要。100ねえっす、今俺49しかないので。200、わ、終わってる。これはこれいけますね。帆船でございます。アドベンチャークルーザー、クルーザー1個買っちゃおう。イエーイ。図面を使用し建築材を海に設置する必要があります。ほう、図面を使うには、海で使用すれば帆船建築材を建てることができます。はなんかね、なんだっけな、海辺っていうか水辺で使用すれば、僕もあのやったことないんですけど、なんかできるらしいので、じゃあ倉庫が近い水辺まで飛びますか。飛びます。さあ、ということでですね、早速やってまいりました。ここしかありませんね。前回も使いましたこちら、沈黙の湖、沈黙の湖、略して沈。さあ、早速設置していきましょうか。こちらをこうですね。で、セットすると。向きこれで合ってんのか。お金取られんのか。はい、できました。なんかそう、位置合ってんのかな、これ。そうするとだ、これが船を作る場所になるわけだ。で、船を作るには、木材の束、鉄材の束、金束、生地の束ですね。で、労働力です。というわけで、それらを用いなきゃいけないのか。ここにちょっとあれだね、陸から離れすぎちゃったかな。あ、なるほど、設置してすぐできるわけじゃなくて何か持ってこなきゃいけないのか。わかりました。しょうがねえな。
それらをじゃあ取りに行きましょう。木と鉄と、木と鉄と木地か。はい。じゃあ木材集めから行きましょうか。じゃあ適当に木材、今多少あるんですけど、束だと100個必要なのかな。結構必要ですね。ちょっと切りに行きましょう。じゃあ木材集めから行きまーす。さて、自生してる木をひたすら切っていきましょう。お、栗が実ってる。ちょうどいいから、実った木は、栗ももらっちゃいましょう。OK! 自分で畑で木を育ててもいいんだけども、割と、フィールドに、誰も手がつけてない木があったりするので、こういうのは遠慮なく頂戴しちゃいましょう。これで丸太を、必要な分だけ切っちゃいます。必要なのは労働力を必要としますけれどもね。伐採の熟練度も上がりますし、毎日は採取も手に入る。いいことずくめです。これでとりあえず100本。違う。木材を100個集めましょう。で、これが終わったら次は、鉄鉱石を探しに、飛びたいと思います。採掘ですね。それでは次は採掘に参ります。さあ、着きました。次はこちらの採掘場を使いましょうか。非常に便利な西大陸では、東大陸か。とにかく、狭い区間にいっぱい採掘できる場所がある、いいとこなので、ここでちょっと、ガンガン採掘していきましょう。まあ、鉄鉱石が多分、ほぼ取れるの。間違いなく取れるので、バシバシ掘って。ここでもインゴットをですね、100個集めましょう。で、鉄鉱石1個につき、鉄鉱石3つで1個か、インゴットがね。なので、バシバシやって、たまに輝くね、輝くなんだっけ、採掘なんちゃらが出れば、ラッキーで、もっと上の鉱石が手に入ったりするので、労働力の許す限り、ここで、発掘していきましょう。何も出ねえな。さて、木材を集めて、鉄鉱石を集めた。続いては、生地ですね。で、生地はちょっとめんどくさいですね。生地は、この、綿花から、コットンを作り出して、コットンを集めて、生地の束にするって感じですね。なので、これ自生してるやつを探してもいいんですけど、かなり数が必要なので、これ私の畑なんですけど、この間釣った鯉の魚拓もありますけどね。もう自分で、採取してしまうと。これ、植えたの少ないですけども。これで、大量のコットンを手に入れて、こっから大量の生地を作ると。そうすれば、さっくりいくんじゃないかなと。はい。なので、今回はこの自作した、自作というのかな、自家栽培。栽培？まあいいや。したこのコットンを大量に集めて、生地を作ろうと思います。はい。ちょっと長いので、ここもじゃあカットしますね。で、この後、じゃあ木材と鉄鉱石と、生地の加工をします。さて、そしたら素材が集まったら早速加工していきましょう。木材を、木の、木材、丸太を木材にします。これはね、加工するんですけど、全部で100ですね。100個加工すると、束にできると。はい、木材の束にできるので、100個持っていけばいいと。なので、こんな感じで、バシバシ労働力を使いながら、丸太を切っていきますと。非常に手間のかかる作業ですね。時間と手間と労働力のかかる作業です。ただ、経験値も入ります。で、動画的に長くなってしまうので、前もってですね、準備してあります。はい。はい、キャンセルします。キャンセルします。実はもう、木材100個を加工してあるので、早速、作っちゃいましょうか。111個あるので。早速、木材の束を作りたいと思います。
よしよしよし、出来上がるかな。はい、できました。大きい。これをあの船に運ばなきゃならないんですけど、あの重たい荷物を持ってる状態だと走ったりもできませんし、他のことができないので、これは一旦この車のトランクに保管しますと。今は借り物の車、あの1日限定で借り物の車があるので、これに積んじゃいましょう。で、次にあれか、鉄鉱石行きましょうか。鉄のインゴットも同じです。鉄鉱石をゴイゴイとやることによって鉄のインゴットが加工されますと。で、今回もまた、すでに100用意してあるので、102個ありますね。早速、これをですね、塊で束を作ります。相当重たいですよ、これ。相当重たい。よしと。重い。こんなの持って歩けない。これ、2個詰めたかな。はい、2個詰めました。多分これトランクって2つまでしかないっけな。ただ自分で背負えたかもしれないので、ちょっと一回コットンもいきましょうか。で、コットンは生地を作らなきゃなりません。束を作るには、あ、ちょっと足んないですね。なるほど、ちょうどいいですね。ちょっと足んないので、コットンを5個作りましょう。先ほど手に入れたコットン、手編みでやってます。精魂込めて作ってます。ああ、5個、最大数5個しちゃった。5個作りましょう。1,2,3 個作ります。カラカラ溜まってるよ。キン、手編みしてます。手癖の悪い子みたいですね。そうすると、100になったと思うので、生地の束も作ります。カラ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 、ちゃんとね、労働力減りますけど、その裁縫の熟練度も5増えてますし、経験値も入ってます。これだけでもちゃんとレベルが上げられるとね、いう感じでしょうか。さて、車乗れたかな、これで。あ、乗れましたね。じゃ、トランクを閉めてと、表、ご機嫌な音楽をかけつつ、早速さっきの動線所まで行きましょうか。パーン、おお、重たい重たい。さあ、ということで動線所に向かいましょう。ちょっと離れたところなんですけどね、もっとこっち側に作ればよかったね。まあ、住宅街なので少し、重くなってしまうので、問題はあそこまでどう泳いで運ばなきゃならないんですね。じゃあ BGM を止めて止めまして、よし、まずじゃあこれから運びましょう。重てぇ。モンスターに襲われるのかな。この状態だと飛べません。あのグライダーも使えないので。もうちょっと手前に作ればよかったな。これを持って、あ、木材からです。ごめん。くそ、木材からだ。うわ、本当に今回最高のレーサーなんちゃらって1日体験パックがあったので、車があってよかった。ない場合はロバで一個一個運ぶのもいいかもしれないですね。さあ、じゃあ、木材の束を渡しますと水中でポコ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 と水中で作業を開始します。器用な子ですね。水中を殴っている。
しみだな。どれどれ。さあ、まずは木材を使い、おお、ドーン、でかくなった。おお、でかくなった。でかくなりましたよ。やっほーい。よし、次行こう。次は鉄ですね。で、作業を開始します。トン転換、トン転換。次はどうなるんだろう。楽しみですね。こんな大きくなるのか。それじゃ確かに陸から離されてダメですね。さあ、もうこれでも船を作ってるっていうよりか、船の周りのものを作ってる段階だよね。もしかしてまだ他に素材が必要なのか。ドーン。あ、でもできてきた、できてきた。すごいすごい、やったー。船できそうだ、嬉しい。わざわざ上乗らなくてもいいんですけども、せっかくだから気分を込めて生地を貼り付けていきましょう。ついに私のマイクルーザーが、嬉しいな。借り物の船は今まで乗ったことあるんですけど、自分のは初めてだからね。自分の力で作ったぞ。さあ、完成するか。きたー。あれ、あ、まだでしたね。最後に労働力ですね。で、船を造船しましたって。びっくりした。まだ何か足りないのかと思った。最後は力だけだそうです。すごい、一人で全部作る。こういうの、業者に頼まず全部自分の力で頑張って作ってる感じですね。家もこうやって作るのかな ?50% ってことで今半分なのか。結構な労働力使いますね。まだ作る。あ、労働力ガンガン使わなきゃいけないのね。そうか、じゃあ相当、溜め込んでなきゃダメですね、これ力を。よかった、溜め込んどいて。今、まだ、2000円ちょっとなんです。ただ、船を作るのにも結構経験値が入ったりするんですね。船を作るのにレベルアップ。人の船作っててもどんどんレベル上がるんですね。面白いシステムですね、これ。税金保護。もうちょい、もうちょいもうちょい、どんどん出来上がっていく。これ、あれ、倍速でもいいですね、これ。いや、多分倍速になるかな、編集的には。船を作って反戦か。速度が速いってことなので、レーダーはないけども気持ちよく海を渡れるんじゃないかな。あ、完成しました。私の船です。やったー、かっちょええ。待ってくれ、待ってくれ待ってくれ、ちょっと待って待って待って。あー、消えちゃったよ。船が最も速い船だってね。これか。なんだ、乗らせてくれるわけじゃないんだ。そい。なくなっちゃうんだね、造船所も。来たー、俺の船できましたよ、ついに。アドベンチャークルーザー。あ、電気つけちゃって、電気がつけられる。うわ、ちょっとなんで落ちるの。 F で、これは何、これ、酸素、酸素ボンベ、森は、世界に存在しません。何これ何これ。爆発、何かが撃てるらしい。しまった。ちょっと置いていい。これで戦えるわけですね。戦えるわけですね。これは大砲らしいけど、大砲だ。あ、大砲だ。
弾はないんじゃないか。鉄鋼弾がありません。弾も必要なのね。地味に戦えるってわけか。へえ。ここにもなんかありますよ。当たった当たった。あ、これ森をこう打ち込んで敵の船とかをこう拘束できるんですね。へえ。繋いじゃって大丈夫かな。でこれです。おお。はい、追い風。風を追うことによって速度が上がる。急旋回。いや全然速い。今までの手こぎのあれはめちゃくちゃ遅かったけど。あー、これじゃあ早速これで海に出てみましょうか。夕日が綺麗だね。なかなか魚群が見つからない。さっきから何回か見つけてるんだけどね、クラゲがいてなかなかね手が出せない。あ、あったあったあった。よし、いいねいいね。夕日に声が聞こえるところでやっぱり、あ、いるね。鳥たちの声が聞こえる近くにやっぱり魚群がある感じだな。よし、やっと着いた。夕方になっちゃって、魚群の群れ、この辺かこの辺か。やっと釣りができそうだ。よし、ちょっと待って止ま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 って、よしやろう。まずは、餌を買って、で買ってですね、で、で、次は、餌を巻きますと。そう。そうすると、釣りが開始できると。よし。大物釣り、行きましょう。よし。ちょっとだいぶ、ね、島が近いところですけども。すごい不穏な音楽しかしない。大丈夫かな。まあ、クラゲもシーワームもそうですけどもね、敵勢力、おっと来た。クロマグロさん。さあ、じゃあちょっと挑みましょう。ちょっとね、次の熟練度も若干上げてきましたので、多少はいいかなと思うんですけど、あ、でもちょっと失敗。久しぶりにやるからな。シュルシュルシュル。当たるダメージもでかいぞ。かなりね、上げてきましたので、敵ちっちゃいな、これね。サイズ的にはかなりちっちゃいかな。ボタンを間違えている。大物釣り、釣り釣り上げ、どこ向こうか。うん、キリ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 。よし、オッケーし、半分か。1回の釣り上げでほぼ半分ぐらいいっちゃったので、これ結構こいつはやっぱ弱いですね。小型のマグロかな。できれば大型行きたかった。大型を狙いたい。さっさと A リールで小刻みに削る。よし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 。よし、一気に削ろう。内面若干見えましたね。小型とはいえ、やっぱり海の魚はでかい。あー、日が沈む。この船大きくて見え、魚が見えないね。おい、あれかあれか、これだ、これだ。よし、動きも早い。かなり動き早いな。くりくりと。もう一回釣り上げがあれば、もう多分やれちゃう。よし、いや、カモン。よし、やりました。小型って言われちゃった。しょうがないね、小型。完全に死んでますけどね、これ。小型か。とりあえず、そうですね、釣り上げましたけど、小型じゃな。あ、電気つけた。暗いからね。
よいしょ。小型か。大型釣りたいね。リリースしましょう。ぽい。うん。逃がしたマグロ。ありがとう、ありがとう。よし。いいからもうどっか行け。次はもっと、もうちょっと大きいの釣りたいですね。HP3 万超え。3万超えの、行きたいところである。かかるかな。あれだ、結構ぬるかったね、今のね。おっと。フグだ、来た。レベルも上がったし。フグ来ました。あ、でも小型だな、これ。フグ来たけど小型だな。大型フグが来ればもういきなり目標達成で達成ですもんね。まあ、勝てればですけど。フグ大型じゃないと白線できないらしいんですよ、どうも。聞いた話によると。もう見えてるね、フグね。もう乗ってるんだけど、船の上に。そのまま殴りかかっちゃダメなのかな。小型じゃな。音楽が不穏。ここにいますね、フグ。あ、動かなかったな、これ。多分これ勝てんじゃねえか、このまま。あー、動きなかった。くそ。ちっちゃい。小型だなぁ。大型のフグ来ないかな。動きは速いけどね。あっという間に17メーターも逃げやがった。ちょっとじゃあ、海は海でも深いとこ行かなきゃいけないのかな。深いっていうかその、あんまりね、遠出するの怖くてね。戦争が、海の上で戦争活発地帯なので。戦争に巻き込まれるのも怖い。あと略奪さも怖いですからね。よし、できた。フグやりました。まあちっちゃいけど、やっぱり小型か。これがフグらしいです。ピチピチ、かわいいね。かわいい。リリース。あ、ハートが出た。大型連れてきてね。次はもっと大きいの連れてきてね。君が大きくなって帰ってきてくれてもいいよ。よし。さっきレベル上がっちゃったからね。いやー、釣りスキル上げたらだいぶ楽に釣れるようになったね。あと、強化スクロールなんかもね。もらえたりするから、それ使うと、より一層強いですね。これなら大型いけるかもしれない。目指すは3万超え。HP5 万とかね、釣ってみたいね。お、来た。クロマグロ。さあ、サイズは3万超えですね、一応ね。中型か。まあまあ、様子見ましょう。さっき、この間は3万で負けましたからね。いやー、さあ勝負。3万超えのクロマグロ。キリキリ行きましょう、キリキリキリ。うん、ダメージの数字はかなりでかくなった。以前に比べて。ボタンを見せてしまった。逃がさない逃がさない。やっぱ結局時間切れで削り切れずに負けてしまうことがほとんどなので。そこはちょっと素早く。キリキリと。あとね、80メーター超えてしまうと、スキルの範囲外になってしまうので、実質手が出せなくなってしまう。なので、あんまり遠くに行かれてしまうのは、あかんらしいですね。チャンスの時にどんどん引きつけて。相手が飛び上がったとかさ、チャンスなんだよな。飛び上がるかな。よっしゃ、飛び上がったね。あー、でも全然削れねえな。カーテンやっぱ3万超えてくると、それ HP 多いよな。相当釣りのスキル上げないとやばいんじゃないか ?5 万とかだと。限られたね、時間の中で削り切らなきゃならない。まあ、もちろん運の要素もあるんだろうけど。壮大な音楽が流れている。よし、来い。600、600、600。以前は500ぐらい、400ぐらいしか削れなかったけど。だいぶダメージが良くなったよ。よし、もう一回。おーし、削れてる。ついに中型サイズも、パート2にして、落とせるのか。よし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 。逃がすなよ、逃がすなよ。また。まあ、前回半分で負けてしまったからな。半分だったか、半分いってないか。電球投げ。あー、緊張する。さあ、お見合い。多分もう後半戦だね。
釣り始めて。そんなに失敗はしていないと思うんだけど。どうだろうか。よし、来た。釣り上げろ。硬い。もうちょい。キリキリキリ。ちょい、休めろ、休めろ。もう一回。いいよ、この連続攻撃。よし、もうちょい、もうちょい、もうちょい。逃がす。逃がすな、逃がすな、逃がすな。わあ、上がった、上がった、上がった。違う違う違う、でかっ。いやもう離せ。中型やりましたよ。あ、でかっ、でかっついに中型をやりましたね。じゃあちょっと中型を持って、まあ今回早いですけども、大型は次回に取っといて、大型フグは次回に取っといて、今回は中型の、じゃあクロマグロを連れて帰りましょうかね。尺もねないので、これを戦利品に無事帰れれば、こいつを剥製にしちゃいましょう。はい、じゃあ帰りまーす。できました。はい、というわけで、今回は、中サイズのクロマグロを釣ることができました。いいですね、私の畑にコレクションが増えていきます。次回はいよいよ大型のねフグを狙っていきたいと思いますので、次回もぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ。帆船を作ったばかりのガッチさんだが、魚群レーダーがないと辛いことを悟る。プライドよりも効率を選ぶ彼はある決断をする。果たして彼が決断したものとは。次回最終回、素人に大型は無理だったんじゃね？の一本です。